Thank you.
己紹介をしたいと思います。はい、ノリアです、よろしく。南さやかです、最後まで楽しんでってね。有沢美晴です、今日は最高の日にしましょう。私たちもみんなの元気に負けないくらいに熱い熱いステージにします。次来てください。よろしく、では早速次の曲に行ってみたいと思います。みんなも一緒に歌ってね。私たちのメジャーデビューシングル、レッドロケットライジング。
すごいみんな本当に熱気が熱いね、はい、すごい盛り上がってますね盛り上がってますね熱いですね熱い熱い、はい、なんかその何でもなかったみたいなはいはいいや始まりました、はい、始まりましたよ、はい、テンション上がってますかわー、よかったすごい、うん、まだ4曲なのにこんなに最後までね、はい大盛り上がりでそうですね、はい、行きたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますお願いしますお願いしますそうですねそうですね私たち、はい、無事に、昨年、はい、2006年の11月1日に、はい、メジャーデビューさせていただきまして、はいはいはい、ありがとうございますありがとうございます、はいそしてですね、はい、1年ぶりにゼップ東京でまたライブをさせていただける、はいはい、すごいですね、はい、すごいですよもう本当にみんなのおかげですよ、うん、本当にありがとういつもありがとうございますありがとうございます何度も何度もありがとうね、ね、なんか、そのメジャーデビューをさせていただいてから、うん、ね、初めての経験がたくさんあってね、はいすごい必死になりながらも一つ一つ私たちはこなしていったんですけどまずはねインストアイベントとか、はいはい、どんな感じなんだろうっていうところから始まって、うんそうはい、分かんなかったもんね半信半疑でなんか回ってたよね半信半疑で回ってたよねなんか疑ってた疑ってた、ね、いや疑ってはいないですけどドギマギしてましたよ、はいはいはい、でも本当にそちらの方も、うん全国回らせていただきまして、はい、ありがたいことです、はい、そうだね、うん、初めて行った場所とかも結構あってそうですね北から南へそうそうね、うん、本当に嬉しいね、はい、本当にずっと6人一緒だったよね、うん、一緒だったねなんかやたら毎日いるな的な、うん、あ、なんかなんかなんか来たあれなんか漫才すんのかなコメント一人漫才ですかね一人漫才漫談ですかね漫談かピン芸人かなピン芸人ですかねピン芸人かピン芸人これなんかここに線入ってない、うんね、なんかね腹話術みたいな感じはいはい喋った、うん、はい、はいはい、そうですね、はい11月に BOU でデビューしてはい、はいそれ以来私たちずっと一緒でございます一緒です、うん、でですねそんな私たち、うんノリアそしてディユは10月にも、シングルを先行で出させていただきますはい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、すごいね今日はね、うん、その曲も歌ってみんな盛り上がろうということで、うん、はいぜひぜひはいはい今日これでね、うん、なんか面白いね可愛い後ろの方の人見えますかこれ、うん、これ見えます見えるみたいです見えるみたいですねあのね、一個だけ言っといていい、うん、この蝶ネクタイは私のスタイリングじゃないからですねはい、はい、それではその蝶ネクタイとともに、はい、ハイテンションで頑張ってくださいはいお願いしますお願いしますということで、外れちゃった。ライブは、まだまだ始まったばっかりですが、こっからみんな元気を分けてください。いい？掛け声とか準備 OK ですか？はい、わからない人も周りのみんなと一緒になんとなく合わせた感じで、とりあえず何でもいいから盛り上がっちゃってください。それじゃあいくよ。ラブラブクラッチ。
ます。あ、ノリアは？あ、せーの、ノリア！ありがとう。じゃあこっち3人、うん、こっち3人でいくよ、うん、ネクストー、ネクスト、こっち2人、オールドじゃなくてオリメーオリメーオッケー、いいねいいね、はい、もうみんな温まってきたかな、うん、どうかな、どう、まだ、うん、まだ、うん、まだまだね、まだこれからね、まだまだどん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 、まだまだ、あとね、いっぱいあるいっぱいある、うん、まだまだこれからはい、じゃあね、ここでね、はい、お知らせをちょっとします、はい、前の方のみんなはちょっとわかるかなと思うんですが、うん、見ての通りカメラが今日は入っております、はい、はい、ところに、え、何、その拍手はみんな察したのかな、うん、察したのかな、わかんない、そうか、汗っこ、汗っこ、また唐突だなそれも、はい、っていうことで、はい、はい、今日のライブは、うん、DVD になります、でね、うん、私たちの、うん、この間、自分たちのレーベルっていうことで、うん、B-WINGS、ファンクラブの、ね、レーベルで、はい、B-WINGS レコーズから、シックスノーツ発売させていただきましたが、はい、そこの B-WINGS レコーズより、声がおかしいな発売させていただきます、はい、はい、はい、ね、だからお楽しみにしててくださいっていうことです、よろしくお願いします、はい、お願いします、でね、うん、実はね、1曲目もね、うん、実は別でね、何?1 曲目って別でね、ビデオ撮りが実はあったりとかね、おぉかげろうですか、そうですね、1曲目はかげろうですね、はい、おおかなり気合い入れて、なんか踊りましたよね、はい、踊りました、ね、はい、がっつり、がっつりね、髪の毛ブンブンしながら、うん、あれすごいブンブンするよね、はい、うん、まあ、ブンブンが味噌なんだけどね、うん、あら、な、そのドリンクはこれはアミノバリューですか、いやアミノバリューアミノバリューでございます、皆さんご存知かなと思いますが、うん、実はですね、はい、今日からツアースタートいたしました、はい、ありがとうございます、はい、その、うん、B4U ライブツアーの、スポンサー様としてこのアミノバリューが、はい、私たちのライブのサポートドリンクです、はい、ヒューイエーイ、ということでね、みんなもね、アミノバリュー飲んで、うん、燃焼して、はい、元気をね、うん、つけてもらえればと思います、はいはい、今日一日ね、このアミノバリューで乗り切っていこうかなと思ってますけど、小、うん、高さん、ね、そうですよね、はい、はい、まだ何の気なしに、はい、入ってきましたか、はい、いやいやいや、はい、アミノバリュー、うん、アミノバリュー、うん、飲んだよ、サム飲んできた、はい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 、ということでですね、はい、うん、仕切らせてもらっちゃっていいんですか、どうぞどうぞどうぞ、全然いたよね、さっきから、あ、いた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 、いたいたいたよ、いたよ、いたいたよね、あの、3月14日に無事、私たち B4U3 を発売いたしました、はい、まず、今日の1曲目から、はい、かげろう、はい、歌わせていただきましたが、はい、どうでしたかね、うん、おー、おー、ありがとうございます、ね、あの衣装もね、うん、真っ黒で、はい、真っ黒で行きましたよ、ね、本当にコートが暑いのなんのって小坂さんがね、はい、暑い暑いって言ってすごいブーブー私に言うわけですでも、もうこれで我慢してそうそう、うん、説得しましたでもね、かっこよくてね、かっこよかったね、うん、はい、かっこいいので、うんうん、汗かいてもいいかってそうそうそうなりまして、はい、セクシーセクシー、すいません、本当に B4U もセクシーになっちゃいましたか、うん、はい、はい、リサも大人になってますしね、はい、そうだね、はい、そうですね、それも唐突ですねでセクシーというお声をいただいたので、うん、あ、はい、ありがとうございますね、みんなさ、アルバムさ、うん、何回ぐらい聴いてくれたのかな、うん、毎日聴いてた、イエーイ、わお、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、なんかね、まだゲットしてないって方はね、うん、ぜひぜひ、今日売ってるんですかね、うん、はあります、ありがとう、教えてくれて、うん、そちらの方でも、うん、ゲットできるみたいなので、そうですね、はい、ね、お帰りにゲットしていただいても OK ですよ、うん、はい、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、ということで、はい、早速またまた次の曲に行ってみたいと思います、はい、では、聴いてください、バイバイ。
たち、これほどあなたを理解して、これほど人を愛せたことが幸せなんだろう。最後の恋、あなたは最後の人、最後まで信じてた、あの約束はあなたを失い果たせなく
どうでした？あの、ね、何でもないように戻ってこられたね。早いね。はい、はい、波のバリューおかわり。あ、本当だ。そうですか？あれ足りなかった。飲んじゃった。飲んだった。あ、そう。はい、はい、俺も飲んで飲んで。はい、ということでね、はい、新曲ですね、はい、はい、披露しましたが、はい、はい、タイトルが正直覚えられません。はい、タイトルコールが言えません。言えませんでした。本当はリハーサルで言うはずだったんですが、はい、僕の中で僕がどうなんだっけなって、言えなくなっちゃって、うん、もうカンペを用意するしかありませんね、うん、そうですね、はい、でだから私たちの間では僕ちゃんって呼んでます。かわいい。みんなも僕ちゃんって呼んでください。僕ちゃん、ね、こんなにさ、リユ
優のラップがさ、うん、超かっこいいのにさ、ね、僕ちゃん、ね、僕ちゃんいいよ、ね、うん、可愛くて、はい、で、そんな、はい、B4U3 の中からお送りしたわけですが、はい、ね、はい、実はね、今日 B4U3 と一緒に、うん、物販のところに先ほどお話ししました、はい、B-Wings レコーズから発売してます、はい、6ノーツ、置いてあるんですが、はい、実はなんとね、はい、もうね、はい、開演前に、うん、完売してしまったそうで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今またあの追加分を取りにスタッフさんが戻ってくれていますので、もしよろしかったら、ね、そちらも聞いていただきたいなと思います。はい、そしてね、はい、今日から、うん、ゼップツアー始まりました、ね、はい、めでたくヨマの日も決まりましたね、はい、はい、いつですかヨマさん。ですね、6月17日です。はい、よし、大阪ですね、大阪ですね、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、で、それぞれが、はい、あのそれぞれ発表したソロ曲を引っ提げてのツアースタートということになりまして、はい、はい、今日はね、リサがお当番ということで、はい、ね、うん、そうですね、あの曲を披露してくれるんだと、あれですか、私がよく真似しています、はい、はい、昨日ブログに書かれました N さんは私です、はい、ね、よく真似してるけどね、うん、真似してますね、ね、あの R3 のモノマネが一番、うん、そうだやってるじゃないですか、リサのモノマネは。でもリサのモノマネ、うん、あ、そうだね、うん、暴れてってよくやってるじゃん、やってるやってる、暴れて飛び出してでもね、R3 はね、ミハルのダンスをやるのがね、楽しくてしょうがないんだよ。それをここで出す、ね、うんうん、出しちゃう、出すよ、やるよ、リリー歌って、うん、え、歌うの、歌って、イエーイ、ミハルの真似ね、ミハルの真似ね、一緒にやってみようか、ちょっと、うんうん、お本当に一緒かどうか、ちょっと一緒にやる、サビからいきます、はい、ちいかみちくらいからちいかみち探してるの、飛び出す僕の赤いロケット真顔みはるは、うん、あの横から、うん、蹴り入れられたように、うん、飛んでくの飛んでくれるので、これが今、うん、あの流行りです、うん、はい、マイブームでしょ、マイブーム、うん、笑ってたくせにはい、はい、むせてますよ、あの人やりすぎてやりすぎてむせてます、はい、ということでですね、はい、そろ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 ね、本人にも ね、そうだね、まだかな、うん、まだだね、まだですか、うん、準備、あ、準備、今日は何ですかね、うん、なんですか、ね、すごいでっかい楽器でも持ってくるんですかね。え、持ってこないよ、持ってこないですよ、みんな期待しない、期待しちゃう、持ってこないから、期待しちゃって、リサよりでっかい楽器はないです。なんなのそれ、よく分かんなかった。とりあえずですね、はい、今日はすごいね、可愛い衣装着てきてくれるんですよ、リサ、うんね、ちゃんね、ヨマが着てみてたの、可愛、はい、いい、うん、もうリサには可愛い感じの衣装をと思って、はい、リサっぽかったですよ、そう、うんうん、似合ってた、うん、可愛い、ね、ちょっとブリブリしてるので、そうそうそう、それもちょっと見てほしいな、せっかくね、若いんだからさ、うん、そうですよ、もっと若い格好してよって言って、うん、じゃあその若い人に登場していただきましょう、うん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、リサです、どうも、こんにちは、はい、お待たせしました、はい、ヨマネさんが考えてくれた衣装です。はい、私普段こういう可愛い服は着ないのですごい恥ずかしいんですけど。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ですね、では6ノーツが発売されたということで、私の曲をちょっと聴いていただきたいなと思うんですけれども、ですね、今回の曲もですね、私の曲っていうことなんで、自分で作詞と作曲をさせていただきました。頑張りました。はい、あとですね、今回はA メロと B メロのところにですね、一生懸命考えて作ったハモリが入っていまして、そこのところもちょっと今日も聴いていただければなーなんて思ってます。はい、じゃあ早速聴いていただきたいと思います。細い鎖、
過ごしてくれて、誰かが満たす
見た？後ろ怖いよねこれね、何かと言いますと、今歌った曲が、4月3日から放送されます、日本テレビ系で放送されるクレイモアのエンディングテーマであります、断罪の花でした。はい、はい、もう思いっきり歌詞間違えちゃった、ごめんね。いやでも気持ちはすごい込めて歌ったんで許してあのですね、あのこちらの断罪の花ギルティースカイという曲なんですけれども、あの5月16日に発売が決定いたしましたはい、ブログにもね、あの載せたんですけど、あのクレモアのアニメじゃないや、漫画を見たことありましたっていう方は、あ、結構いらっしゃるんですね。あ、どのキャラクターが好き？わかんないよね、ごめんねそうですね、その今回、断罪の花を歌うにあたって、イメージキャラクターというのが、その主役のクレアっていう女の子なんですけど、その女の子がですね、ショートカットでですね、はい、切っちゃいましたそれで切っちゃいました。はい、いやいやいや、ありがとうございますありがとうございます。それでですね、そちらの、クレイモア4月3日から、日テレ系で放送されますので、ぜひぜひアニメの方も、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。おはようございます。あ、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。どうも、ヨーマです。あ、ヨーマです。その、あのクレイモアっていう漫画の中にヨーマ、妖怪っていう、うん、妖怪が出てくるんですよ。妖怪というかヨーマっていうのが出てきて、はい、それをイメージした、仮面ですか。はい、ちょっと熱いですしかも肉はみ出してますちょっとダイエットダイエットをした方が、ヨーマさん小顔になりたい。小顔、でもちょっといつもより小顔に見えるんですよね、このお面。男前だよねこれ。男前ですよね。結構男前だよねこれ、お面は大丈夫、みんな引いてないありがとうこれね、いつもジャケットを作ってくれてるね。はい、ジャケ、何言ってるか分かんないよねこれぶっちゃけ、はい、いつもジャケットを作ってくれてる、あ、そうですね、はい、方にお面をお願いして作っていただいたってことを言いたいんですかね。そうです。はい、ありがとうって言いたかったんです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ではベースお願いします。はいはい、走ってたということでですね、次からはおなじみのあの曲たちがやってまいります。歌います。ではよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ、盛り上がってるかい、かい、イエーイ、イエーイ、イエーイ改めまして、はい、改めまして、ビフォーユーネクストでーす。いいね、このノリ。いいねみんな元気だね。みんな元気あのね、本当にね、うん、ここまでね、来れてね、嬉しいね。嬉しいですね、今日も本当に、ね、ライブができて、うん、そうですね。でもね、ツアー初日ということで、はい、ね、本当にいい幕開けとなりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でね、もうネクストはね、もうここまで2年、うん、はい、誕生して、誕生して、はい、ネクストは立ちました。はい、ね、本当にね、ギタドラ、うん、ね、本当に、曲が、ね、入った時は本当に感動しました、はい、そうですね、あの時は、うん、そう、私もギタドラをやっているので、うん、
すごい自分の曲が入って、うん、クリップが流れてる時にもう嬉しいんだか恥ずかしいんだかムズ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 した気持ちで、うん、あーいいなーって思ってたんですよ、ね、はい。じゃあそんなね、じゃあもう一回ですね、元に、うん、Before You Next 初心に帰って、はいはい、おなじみの曲を聴いていただきたいと思います。歌っちゃいましょうか、はい、みんなまだ元気残ってる？まだまだいけるか？じゃあ行ってみましょうか。よっしゃ行くぞ、シナリオ。Thank you.
ました。できちゃいました。お待たせしました。お待たせしました。これが、はい、3月14日発売の、はい、Before You 3のジャケットのまんまの衣装です。イエーイ。オレンジです。みんな私のブログって見ていただきましたかね。ありがとうございます。それでね、こう発売まで一人一人こう説明を書いていったんですけど、はい、みんな読んでくれましたか。はい、もちろんです。みんな読んでくれてますけど、メンバーは読んだ。もちろん。はい、じゃあなんか、ね、イメージが暖色で寒色でっていうのがあったんですけど、はい、それと真逆の色を今回こう刺して、だからリュウとかだったらね、いつも赤とかがやっぱりイメージじゃない、うんうんうん、今日もマイクのこのカラー何色にするって言われた時にもうすぐ赤ですって言ったよね。なんかね、もう赤しか思い浮かばないんだよね、なんかで、私の色を決めといてって言ったら青ってすぐ言ってたけどなんか気づいたら黒ついてたんだけどそうなんだ、そうだからリュウがいつも赤とかやっぱり普段着でも着てることが多いので、はい、ちょっとね変えてみたいなと思って、はい、こういうドラえもんになりました。ドラ、はい、ちゃん、ドラえもんだった。かわいいな。足とかもなんかすごい可愛いよ。どうですかね、みんなに一言ずつ感想をもらおうかななんて思ってるんですけど、うん、どうですか。どっちからいきますか。あ、じゃあこっちから、ドラえもんからいきますか。ドラえもんからお願いします。ですね、やっぱり普段は、明るいっていうか、その暖色っていうんですか、着ることが多いんで、なんかすごい新鮮な感じだった。で、ずっと今まで自分はその水色とか青とかが似合わないと思ってたんですよ、実は。あ、そうなんだ。そう、実は思ってた。ちゃったいや、でも、今回着てみて、すごいなんかこんなね、スポーティーにね、可愛くしてくれてね、なんか足とかもね、すごい可愛いブーツなの。これね、なんかね、あのボードかなんかの靴なんだよね。あ、そうなんだ。そう、使っちゃいました。それでこれからもなんか普段着で青とか取り入れてみようかななんて思っちゃいました。ぜひお願いします。ありがとうございます。姉さん、ありがとうございます。はい、どうですか。はい、赤って言えば本当にリュウのイメージがあったんで、ノハリアはピンク来るかなと思ってたんですよ、普通に。そしたら赤が来て、しかもなんだっけ、かっこいい感じなんだっけ、できる女だっけ、イメージ。そう、できる、強い女。そう、強い女できる女か強い女です。強い女、はい、じゃあどう、強い女っぽい。ぽいイエーイ。ぽいやってみた。強くなってみて、意外と赤もいいかなと思った。いいよ、すごいこの頃、今度ちょっと強い、強い女な感じの服も着てみたいと思います。はい、ありがとうございます。イエーイ。リサは、はい、はい、私もですね、私はどちらかというとやっぱ寒色とかモノトーンがすごい好きなので、黄色っていうね、若い色なんて着たことがなかったので、ちょっとさっきも若い感じを着せたけどそう、すごい若々しい感じを生まれは一生懸命選んでくれるので、なんか毎回なんかリサは苦労すんのよっていう風に言われるから、すごいなんかほら、こんな可愛いんですよそう、すごいこんな可愛いので、すごい嬉しかったです。黄色も新鮮だったんで。実はね、リサがね、一番困ったりはしてるんですけど、でも、今回の中で一番ハマったんだよね。早かったね。私は一番好きかな。やったー、ありがとうもっと若々しい格好をいつもしてください、そう、一番若いんだからごめんはい、ミハルはどうですか。私ね、あのね、やっぱね、結構ヨモさん的には寒色系なイメージだったんだよね、きっと。そう、あのね、会議でそう決まったんですよ会議で会議がありまして、毎回、でね、結構ね、でもね、私ピンク好きなのよ、あのね、結構ブログとかでもね、たまに写真とか載っけるとき、結構ピンクの服とか着たりとかね、結構日常でもポーチとかもピンクだったりするから、ピンク着たとき本当嬉しくって
三原は多分ね、紫とかも普段多いから、うん、かそれで感触とかになったのかもしれない。そうだよね、うん、もうありがとうございます。なんか元気さがやっぱり欲しかったんで、うん、ピンクにしました。しかもね、帽子もついて、うん、ちょっとね、新しいんじゃない。じゃあもっと普段もスポーティーに行ってみてくださいよ、うんうん、やりやった古い。でもね、このやりっていうのをみはるの中で流行らせるんだよ ね、 そうそうそう、今流行り中だよね。やり、やり、やった。どうですか、あの、はい、トビさん、はい、トビ一番、うん、これは、トビって言ってもさ、みんな分かんないんじゃないのかな。分かる？分かる。すごいね。あの、一番ヨマネが多分苦労したのは私なのかな。そんなことない？苦労したのは私。苦労？うん、さっきリサって言ったじゃん。黒か。そう、黒って聞こえるんだよね。すいません、滑舌悪いね。最初、そう、ね、最初なんかもうちょっとこうスポーティーなイメージと、はい、そのアイドルっぽい感じの、うん、雰囲気を出したかったんですけど、はいはい、黒パンツだったんですよね最初に。紫のね、洋服がなかったんだよね。あ、今回各色だったんで結構その、うんうん、洋服を選ぶのが大変で、うんうん、で、さやかの、はい、とりあえず黒を合わせとけばいいかななんて、うん、合わせの時はね、それを見て、うん、また買いに行こうっていうことで、あ、はい、そしたら飛びになっ、飛び職人、飛び職人、ブログでも発表してますが、うん、飛び職人になってしまって、みんなとね、ちょっと一人だけ浮いてたのかな。そうね、一列に並んだ時すごいね、暗くなっちゃったんだよ ね、 うん、それからみんなに飛び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 言われるようになった。でもなんかね、すごい可愛くコーディネートしてもらって、うん、はい、スカートも可愛いし、はい、嬉しい。当日はやっぱ白押しで行こうということで、うん、はい、でもね、ヨマネーのあのブログを見たんですけども、はい、ぶりっこな、うん、迷惑な、うん、悪役って書いてあったんですけども。ね、見ちゃったよ。そうだ、うん、そうそう、だってほら、ミドレンジャーでしょ、うん、で、青レンジャー、青レンジャーでしょ、うん、赤レンジャーでしょ、キレンジャー、キレンジャーでしょ、ピンクレンジャーでしょ、トビじゃん。うそ。なんか寂しいな。なんかこんな感じ、うん、ね、ちょっとなんかだから、ね、ほら、うん、大道具さんとかに金槌借りてきてさ、うん、いいですかね。寂しい。実はね、ここ全部大道具ね、さやかが作ってたっていうね。そうなんだ、すげえな。さすが飛び。はい、そうですよ。でもね、まあ、はい、6人ということで、6色で、はい、虹色っていう感じでね、うん、はいはいはい、あ、私ですか、うん、私は逆にどうだったんだろう、この感じ、うん、かっこよかった。そう、うん、セレブ風でしょ、セレブ風。そう、会議でセレブ風って決まったの。セレブ、秘密会議でね。だからこれ、これとか、そう、これ。これがね、西海岸風の、うん、私の中だけでの西海岸風でございます。そうなんだ、はい、でもすごく似合ってる、やっぱり自分のことはよく分かってらっしゃりますね、うん、ありがとうございます。はい、素敵です。ありがとうございます、はい、すいません。はい、そう、はい、それで、うん、アルバムの中に収録されてます、うん、シックスレインボー、ノリアが今回歌詞を書かせていただきました。はい、それでこれはアルバムのジャケットの撮影の後に曲をいただいたので、うん、みんなのイメージを、カラーのイメージを書いて書きました。で、虹は7色なんだけど、うん、まあ、B4U 私たち6人、虹の色みんな知ってる ?7 色知ってる、うん、あのね、アダキミアームで赤、だいだい、だいだいの代わりに、まあ、ピンク、うんうん、で、黄色、緑、アダキミ、青、藍色、紫なんだけど、よかった。この色と藍色はみんなです。みんなの愛、うんうん、私っていう意味の愛と、ラブっていう意味の愛も込めて、まあ、みんなが揃って7色の虹になるっていう感じでなイメージで描きました。いつも、ノリアは本当にみんなと一緒で楽しい思いをさせてもらってるので、みんなも、私たちの歌を聴いて楽しくなってくれたらいいなと思って描きました、うん、そんな感じで、一緒に歌って聴いてください。シックスレインボー。
でね、うん、はい、はい、無事、はい、うん、歌いました。歌いました。はい、何笑ってんですか。いや、なんか、うん、すごいよね。なんかもうちょっとで終わっちゃうんだよ、本当に。早いね、早いね。時間が過ぎるのは早いですね。早いね。なんか楽しすぎたからかな、うん、そうだね。うん、でもさ、うん、まだあるから。まだあるから、まだまだあるから。もうちょっと歌わせてよ。ねえねえ、うん、じゃあ残りの元気を、使い果たしていただいて、はい、別に明日の分使ってもいいんですよ。そうですよね。あ、そうですね、そうですよ、そうで、1ヶ月分くらい使っちゃうよ、ここで。使っとこ、使っとこ。大丈夫。では、うん、一緒に歌って踊ってください。ゲットセットゴー。See you.
フォーマーバンドが。すごいね。何それ、うん、また踊ってます、踊ってます、踊ってます、はい、一生懸命踊ってます、踊ってますね。何あれ音チコールが持たされたんですけど、これあー、トビだ、トビトビ、トビトビ、トビの代わりに、やっぱりトビなんだ、マイクの代わりにトッカチ、はい、ね、さっきお話しした、うん、シックスノーツのお話ですが、はい、スタッフさんが急いで取りに行ってくれたので、はい、はい、まだ、終わってから買えるということで CD 届きました。でね、今日から、3月21日の今日 ZEP 東京からリサがお当番で始まりましたが、はい、ツアー日程をお知らせします。次は、仙台で4月22日の日曜日に私のりえがお当番やらせていただきます。イエーイ、はい、シックスノーツの、曲を歌うので、ぜひぜひ仙台の方にも遊びに来ていただけたらなと思います。そしてその次は、はい、はい、4月30日祝日ですね、私南さやかが、ZEP 福岡に、担当しますので、みんなもしよかったら遊びに来てね。遠いかな。はい、そしてはい、そして、うん、はい、3番目、5月6日日曜日、ZEP 名古屋で、私有沢美晴が担当させてもらいます。やり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 、はい、続いて、うん、5月13日、はい、私小坂理由が担当させていただきます。ZEP 札幌です。イエーイ、はい、北の地でガンガン歌ってまいりたいと思います、うん、ぜひよかったら皆様遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。イエーイ、はい、1個飛ばして、はい、あ、そうでした、リサ、うん、今日でした、今日でした、今日ですので、すごい普通に待ってた。待たないでください、こうです。はい、やっと決まりましたね、はい、はい、6月17日、これも日曜日ですかね、日曜日、うん、ありがとうございます。ZEP 大阪にてヨマが担当しますのでよろしくお願いします。イエーイ、はい、そんな感じで、はい、今日みんな、B4U T シャツ、はい、うん、はい、新デザイン着てまいりました。はい、今日売ってるんだよね、ね、今日買える、あ、もう着てる人いる、いる、待った待った、ねえねえ、早くでね、タオルもねあるよ、美晴逆に着てる、うわー、嘘、ちょっと美晴、ちょっとすごいわ、有沢さん、美晴今ね、教えてもらったの。ねえ、誰、うん、これ、ありかなしかって言ったら、うん、ありかなしかって言ったら、梨沢です。違う、いいの、それ有沢じゃない、これ有か、有だよ、有だね、このまま行こうよ、ね、うん、ちょっと有だ、じゃあ、あの後ろのデザインはこれになります。で、まあ、あー、来てくれてる、ありがとう、ありがとう、本当だ、有沢になったよ、うん、すいません、すいません、ごめんなさい。が、はい、そしてタオル、はい、ね、これタオルですね、はい、これですね、はい、あ、すごい、みんなね、うん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、かわいい ね、 これもね、今日買えるということですので、はい、ぜひぜひ皆さんお買い求めいただけたらなと思います。やっぱこのタオルはここで結ぶのが、はい、ポイント、そうだね、トレンド、結ぶのがトレンドじゃないですか、トレンドですか。あ、それもいいね。ねじり、ねじり巻き、中尾巻き、中尾巻き、中尾巻きですよ。え、これ何、これ、のりお巻き、のりお巻き、のり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 巻きだ。まあ、いろんな巻き方があるんで、お好きなものを、はい、はい、どうぞ、はい、はい、はい、T シャツもいろんな着方がありますから。そうですね、裏を持ってんの、いいんだよ、合ってるんだよ、ありますね、はい、あります、いいよ、いいと思う、はい、はい、さて、はい、面白すぎる。素でね、はい、なんか裾からタグが出てたから、うん、あれなんだろうなって思ったんだよね。うん、あ、本当だ、うん、いいね、うん、いいよ、はい、さん、はい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 、そんなこんなで、はい、今日も本当にもうアンコールまで来ちゃったね。ね、来ちゃった、はい、早かったんですけどね、はい、早かったですね、はい、みんな楽しんでもらえたかな、うん、おー、イエーイ、
さんと共に、はい、ずっとずっと頑張っていきたいと思います、はいはい、これからもずっとずっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本当に最後の最後の最後の曲になりました。みんなも知ってるあの曲だと思います。では一緒に歌いましょう。ブレイクダウン。
キャンディ今日は泣かなかったぞ。熱いです。すごい盛り上がった。ありがとう。間のコーラスみたいなのは、そうですそうです。あ、ってところですよね。あ、じゃあクスリンボは両方折り。うん、あのここの2行は2行ずつ、2行ずつ折り面ネクストです。はい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 。すごいですね。細かいですね。すごい綺麗。っていうか、このぐらいやってないとできない。できない。すごいです。
ゼップ東京ライブが、あさってに迫ってまいりました。2日前ですね、今日は、最終リハーサルということでみんなすごい気合入ってます。ゼップ東京のライブは1年ぶりということで、また同じ場所でライブができるすごい嬉しいです。本番はもうめちゃめちゃテンション上げ上げで、みんなと盛り上がりたいと思います。そしてですね、今回結構ダンスナンバーも多いので、すごい今日は、外は寒いんですが、もうみんな汗だくで頑張ってます。本番に向けて頑張ります。そして、ツアーは全国回るんですが、私の担当は4月30日の福岡なんで、そちらも、そちらに向けても頑張りたいと思います。またね、バイバーイ。バイチャ。さよならの時は近づいて1年ぶりのライブとなります。もう1年ぶりっていうことなんで、いろいろあのメンバーもどん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 成長している姿が、ゼップ東京のステージではきっと見れると思うので、皆さんぜひぜひ、楽しみに。そしてダンスも、きっと成長していると思います。そして今回いろんな全国各地のゼップツアーを回ることが決定しました。私は5月6日日曜日、ゼップ名古屋で行います。そちらの方もすごいみんなあの気合い入れて頑張っていくので、皆さん足を運んでください。それではまた、愛沢美晴でした。バイバイ。
ライブということで、そうですね、もう1年前になりますよね。早いものでして、もう1年が経ちまして、またまた全部東京でライブさせていただくということで本当に嬉しく思っております。しかもですね、それがツアーということでしてね、全国6カ所回るということで、私がですね、大阪の方で6月17日、担当ということで出させていただくんですけれども、まずは、明後日になりますね、もう、21日、全部東京もう頑張りたいと思います。これを、出発点として6都市で、大成功を収めたいと思いますので、みんなリハも、かなり意気込んで頑張ってますので、絶対成功すると思います。みんなもぜひ楽しんで、来てもらえるといいなと思います。ではまたね。じゃあね。外花梨沙です。ですね、今日は、ゲネリハーサルということで、緊張というか、あ、もうすぐなんだなっていう気持ちがすごくしてます。しかもですね、3月の21日に、ZEP 東京で Before You のライブツアーの一発目をやらせていただくんですけれども、お当番というのがありまして、このお当番の一発目を、まあ、私外花梨沙がやらせていただくということで、大変緊張してます。なんで、それもしっかりできるように頑張りたいと思っています。じゃあね。
終リハ、エディリハ中でございます。まだ、終わってませんが、さっき1回通して、本番さながらにリハーサルをやってまいりまして、かなり疲れてますま、本番はもっとね、みんなと一緒に楽しめるように、いっぱいいっぱい頑張りたいと思いますので、当日はぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、今回はですね、アルバムが3月14日に発売されたのもありまして、アルバムの中からね、たくさんいろんな曲を歌っちゃいたいなって思ってますので、ぜひぜひそっちの方も、楽しんで、歌って騒いじゃおうってことで頑張りましょう。間違えても間違えたって顔しないで、はい、勢いよく行くよ、はい、間違えてもいいんで、はいはい、止まらずにそのまま行きましょう、はいはいはい、とりあえず楽しんで、はい、頑張りましょう、はい、はいって顔しないで笑ってください、はいはいはい、じゃあそれまで、はい、誰も悲しむ誰も誰も悲しむ、はい、頑張ってよ、はい、行ってきます、行ってきます、ちょっとここで待ちで。できる？ちゃんも。かわいいけど。これなんすか？いや全然。古着屋で買ってきた。あれいつもより緊張少ない。なんで？バカそう。なんだそれ。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ袖まで行きましょう。今この瞬間
からもうマックスなんでね、最初からクライマックスなんで、クライマックス、最初からクライマックスなんで、ね、もうみんな、うん、まあ、そういうのもいいじゃん、うん、いいじゃん、いいね、はい、そういうのもいいじゃん、いいじゃん、そういうのもいいじゃん、すごいよね、すごいよね、すごいよ、いいじゃん、すげえじゃん、すげえじゃん、いいじゃん、すげえじゃん、はい、DVD お買い上げありがとうございます。ライブ直後で今すごく緊張してます。緊張してんだ、あ、緊張してんだ、興奮です、興奮してんだよね、言葉間違えた、天然風味、興奮してます、すいません、ありがとうございます。DVD 楽しんで見てください、バイチャーお買い上げありがとうございます、以上です。シンプル、若いな、そういうのいいです、本当、買ってくださってありがとうございます。とってもいいものが詰まってるはずです。T シャツ裏が、多分写ってるかな、なんで裏写しとけばよかった、せっかくなの写しとけばよかった、うん、見れますから、はい、DVD 面白いことになってます、面白いことになってます、必見です、どうぞ、はい、いや、お疲れ様でした。ここは、最後まで、最後のシーンですかね、うん、そうですかね、うん、皆さん本当にお疲れ様でした。見る方も、すごい、楽しかったんではないかなと思います、チケいや、でも本当に今日充実した一日を過ごすことができて、お願いだったね、楽しかった、そんな感じでとってもいいライブになりました。良いスタートが切れたね、はい、うん、だからね、これを見てみんなも元気いっぱいになってください。どうもありがとう、はい、DVD お買い上げありがとうございます。あ、ちょっと噛んじゃった、緊張ですか、緊張ですか、緊張、あの、終わって緊張してた、それは緊張ですね、衣装がかなり早変わりしてますので、うん、そうだね、その辺を見ていただけると嬉しいんですけど、うん、ね、なんかみんなちゃんと着てるかなってドギマギしながら、踊ってました。ちょっと間違えました、でも内緒、内緒じゃないじゃん、今ここだけの話、ここだけの話、今お願いします、今ここだけの話、ここだけの話で留めて、心の中に留めておいてください。盛り上がりました、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。